あの写真撮ったじゃないですか、あの時久々に笑ったって言いましたよね。あのポスターの写真、ポスターの写真、それも笑ってなかったんですよ。結構そうですね、笑顔っていうのはなかなかこの半年はなかったですね。やっぱりいろいろ厳しい局面とか、やっぱりこう厳しい状況があったので、やっぱりこう、仕事中もやっぱりこう厳しい表情をしてたっていうのがずっと続いてましたけど、あのポスター用の写真撮った時は久しぶりになんかこうね、あの皆さんが要はリラックスさせてくれたっていうのもありますけど、あのちょっとホッとした瞬間ですよね。最近はでもいろんなとこ行って県民の皆さんと会う時にやっぱりできるだけこう話をさせていただいたら、まあ笑顔になる時も少しずつ増えてきますけど、昨日のでも公約発表の時はちょっと緊張してましたね。してましたよ ね。でも僕らは分からなかったですけどね。見てましたけどですね、事務所に戻られて、あの撮ってた写真を確認される時に一枚一枚めくられてる時、目が硬いな、目が硬いなってずっとつぶやきながら写真選ばれてたんで。でもやっぱり制作発表ってそれやっぱり大事な時だからね、前日も結構夜遅くまで1時か2時ぐらいまでチェックしてたんで、ちょっとやっぱり寝不足気味だったんかもしれないですけどね。でもなんとか、まあ、制作発表ができて本当に良かったなと思いますね。なんか傘持ってね会見に臨まれましたね。傘持ってましたっけ。持ったまま入ったんやとか。傘置いて帰りました。あ、傘置いて帰りました、ね。で、後に行きました。後に行きました。ちゃんとは、結構、斎藤って書いてある。そうね。ひらがなで斎藤。まあ、誰も取らんよな。まあ、そんなエピソードもね。まあ、だから、本当にこう、で自分たちでこう行ってますから、昨日もね、だから、荷物とか、もちろん傘も、昨日雨降ってましたもんね。降ってましたね。出ました。そうですね。はい、で傘持ってたんですけど、傘置いて帰っちゃったんですね。置いて帰りましたね。タクシー呼んだ後に、あ、傘って。そう、取りに行ったことありますけど。そんな感じで、ちょっと笑顔は戻ってきてよかったなという話でしたけど。はい。はい、何がですか？あ、傘つながりで行くと、畳んだ傘をずっと持ち歩いてた、伊豆市の時もそうなんですけど、傘好きなんですかね。天気が良かったとか。あ、天気は良かったんです。あんま覚えてないですね。あの伊豆市でお蕎麦食べたりした時ですよね。なんか雨降ってなかったでしたっけ。雨降ってなかったです。前日、なぜ車を降りる時に毎回傘を持つんだろうなと、畳まれた傘を持つんだろうなと思ってたんです。さっき結構コメントで天然ですかって書いてましたけど、いやいや待ってください、それはね天然かもしれない。あのお蕎麦屋さんで財布忘れた、言ってスタッターって車に取りに行ってますからね。うん、やっぱり最近ちょっとバタバタしてるんで、なんか忘れ物が多いですね。ポーチもなくされた。めちゃめちゃなんか。ポーチもなくしたと思ってたんですけど、ありました。ありました。全然ちゃいますか。大丈夫ですか。はい、まあでもそれぐらい日々の仕事を全力でやってるってことですね。ね、はい、すいません、天然でいじってしまいました。申し訳なかった。はい、他何かありましたっけ。まあでも本当この間、いろんな地域、まあ衆院選挙が今始まってますんで、まあ、その間は例えば駅になったりとか、街頭活動っていうのは控えさせていただいているっていうのが今の状況で、まあその間、県内を回らさせていただいてるっていう状況ですね。でも本当、まあ、いろんな地域で意見交換させていただいたり、まあ、人との出会いがあるっていうのは、まあ、すごく自分にとっては、まあ、政策を確認したりとか、あ、こういった課題が地域でやっぱりあるんだと。もう例えばやっぱりさっき言ったように淡路島っていうのは観光が大事な中で、これから万博があったりとか、する中でやっぱり船を使って観光を盛り上げたいとか、
そんな中でもやっぱり人手が不足してるとか、そんな課題も聞けましたし、まあ、それは本当に貴重なですね、大事な時間を過ごさせていただいていると思ってますね。はい、ありがとうございます。今視聴者さんが1000人を超えました。おめでとうございます。皆さん見ていただいてありがとうございます。これ斉藤さん続けるんですか、このライブは。そうですね、まあ今日は初めてっていうことだったんで、はい、まあ少しこの間の活動の雰囲気とか、そんなお話をさせていただきましたけど、まあそういったことも含めて続ければいいなと思ってます。ね、はい、できるだけ続けたいなと思ってます。はい、そうですね。定期的に。そうですね。よかったです。じゃあまた皆さんに会えますね。ちょっと皆さんですね、質問いろいろ考えていただいて。そうですね。どんなのが来られてます今、例えば。ライブ嬉しいですっていう方もいらっしゃいますね。まあ、応援動画作りましたっていう方もいらっしゃいます。そうそうそう。すごく、X とか、SNS で、私の、街頭演説の様子とか、それから昔の写真とかを結構皆さん、探していただいてて、でそれをつなげて応援動画をこう作っていただいたりしてて、本当にすごく嬉しいですね。本当にありがとうございます。どんどんそういったことをやっていただけると支援の輪が広がりますし、本当に嬉しいなと思います。それとやっぱり過去の SNS とか、いろんな自分がやってきたことを皆さん見ていただいているので、斉藤が知事がだった時にどんなことやってたんだっていうことをいろんな方がやっぱ知っていただく、調べてもらうっていうのもすごく大事なことなんで、本当に応援動画とか応援メッセージっていうのは本当にありがたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ予定されてたお時間なので、今日は初回なんでこれぐらいにして、はい、はい、また次回。そうですね、ということでちょっと今日初回だったんでバタバタとしてましたけど、はい、はい、まあ、だんだんね慣れていけばいいなと思ってます。まあちょっと今日は短い時間でしたけども、視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。これからも、こういう形とかで、続けていければいいなというふうに思ってます。今日は初めての YouTube ライブでしたが、見ていただきまして、本当にありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。